この先から地上に出られそうだな。お前ら何者だ。うわ、気づかれた。騒がれると面倒だ、さっさと倒しちゃえ。まだいっぱいいる。ケース考えた方がよくない？ピクシー、アイコン、いただいていく。逆転に引っ込む。さすがジョーカー。任せてくれ。じゃあ行くぜ。片付いたか。それじゃ地上へゴーだ。おお、ちゃんと塀の内側に出られたな。ここからなら奇襲できるよ。よし、ボコボコにしてやれ。正体を見せろ。余裕の勝利ってやったな。優位に立ってしまえば。これで楽勝だな。よし。速攻勝利だな。めでたい。じゃあこの調子で行こうぜ。やれるぞ。前に気をつけろ。そう、俺にも見せてやれ。じゃあやっちまおうぜ。あと少しだ。一気にやるぞ。あれ、終わったのか。あっけないな。うん、次も頼むぞ。レッツショーカー。キルシュスマッシュ。ショーカーかっこいい。なるちゃん、まだいんのかよ。終わりが近いな。片付けてしまおう。終わりだ。あっという間だな。暇すぎて眠くなる。どんどん進もう。シャドウがいる。宇宙が蹴散らしてしまい。追い詰めた。もう片付けようぜ。手応えねえな。この調子でゴーだ。宝箱を見つけたぞ。中身は見ての。おっと、中身は。ほっほう、これはいいな。ほっへよし。おい、なんだここ。これって牢獄？人がたくさん捕まってる。これが願いを奪われた人たち。見覚えのある顔もいるぜ。間違いなく被害者のシャドウたちだ。こんなところに捕らえられていたとは。じゃあ助けようよ。いや、あの様子じゃここから出しても意味がないだろう。願いを奪われておかしくなっているなら、それを取り戻さなくては元には戻らんか。くっそ、
ずいぶん派手にやってくれてんじゃねえか。貴様らどこから侵入した？見つかったか。行くぜジョーカー。いいものがぶら下がってるね。あれを敵に落としたら敵多いな。一掃する。うまいぞジョーカー。ナイスだ。かっこいいぞ。正体バイコン食らえ。敵あと少しだね。一気に倒しちゃおう。よし、あとは塔を登るだけだ。一気に駆け上がるぞ。登れ。よっしゃ、てっぺん到着。よし、あの光ってるのをいただくぜ。それがサーチライトの動力源か。ワンピース？個性的なデザインだね。これ見たことある。アリスのブランドが扱ってるワンピースだよ。雑誌で特集組まれてた。服でサーチライトが動いてたのか。よくわかんねえな。ここは認知の世界だから何か意味があるんじゃないかしら。だからじゃなさそうだが、それに類するものかもな。もしかしたらそいつはキングの力の象徴ってことなのかもしれねえ。アリスの人気を支えるそのブランドは、いわばキングをキングたらしめる力の源だ。それがジェイルの仕掛けを動かすコアの役割を果たしてるんだろう。そのコアを私たちが取ったんだから、これでサーチライトは止まるんだよね。いや、まだ動いてるやつがある。これと同じコアがあと2つあるっぽい。1つはここから東の方だ。現実で言うと宮前公園らへんだな。めんどくせえけどしゃあねえな。あと2つもちゃちょっと奪ってやるか。他のコアがある場所もここと同じ牢獄だらけの塔なのかな。何か呼び名があった方が良さそうだな。鉄装の間というのはどうだ。なんだよ鉄装って。つかここ魔じゃねえだろ。どう見ても牢獄だらけの塔。牢獄塔とでも呼ぶことにするか。なの？よし、行こうぜ。あのシャドウ強そうだ。避けるのもありだ。余裕だな。顔に書いてあるぞ。もらっちゃう。今だ。フルボッコだ。うん、速攻だ。敵はまだ来るっぽいぞ。
力温存しとけ。敵はあと少しだ。畳みかけろ。あくびが出るぜ。この調子で進むぞ。この辺りが宮前公園だな。あそこに見えるのが次の目的地か。って目の前じゃねえか。でもここも簡単に入れそうにないわね。回り込むしかなさそうだな。警戒が強まっていてもおかしくない。慎重に進むぞ。今なら奇襲できるぞ。どうする？もらった！フルボッコだ！やってしまうぞ！あっという間だったな。この調子でゴーだ。何者だ。げっ、バレた。騒がれる前にやっちゃえ。おい、あれスケボーじゃね。ちょっと乗ってみようぜ。お、いいアイデアだな、スカル。うまく使えば敵を一掃できるかも。くっそ、まだいんのかよ。敵はあと少しだ。畳みかけろ。受けてみろ。ああ、いける。勝てるぞ。ここしかチャンス。はっ、よっ、やっつける。やっ、いくぞ。とりゃ。シャドウの気配なし。よし、行けるぞ。ここの扉も閉まってるな。裏口的なとこ、その辺にないか。あ、気になるものがねえか。宝箱発見だ。きっといいものが入ってるぞ。ところ見当たらないね。上の方に登る方法ないかしら。気になるのか。あの辺りか。何かありそうだな。集中して見てみようぜ。やったな。これで牢獄島に侵入できるぞ。これ役に立ちそうじゃね。行くぞ。蹴散らしてしまえ。後悔させてやれ。よっしゃ、敵が減ってきた。そろそろ決めるぜ。ここがパワーチャージ。手応えねえな。どんどん進もう。書くか。早速開けてみようじゃない。おお、
これはいいものだ。ふん。やあ。平気みたいだ。よっしゃ、なんかゲット。また塞がっちゃってるし、せっかくここまで来たのに。ちょい待って、それハッキングで開けられるかも。うわ、マジか。そこの機械を調べてみてくれ。私が試してみる。なるほど。よし、これならいけそうだ。じゃあナビ、ハッキングを頼む。ハッカー魂見せてやる。じゃあ行くぞ。おいおい、めっちゃ敵出てきたぞ。ハッキングに気づかれたのか。みんな護衛を頼む。みんなナビを敵から守るぞ。キングすると敵が飛び出してくる場合があるのか。これからはナビの装備も整えて探索に挑む必要があるな。よし、敵はいないな。先行こうぜ。何をしていた。アリス様のため。こ
この先には行かせん。気をつけて、そいつかなり強いっぽい。どっかに隙ができるはずだ。相手の動きをよく見て。ドロー、いいぞ。スキルヒット。モナは強いな。ほら、よし、ペリソナアルセール、嫌え。追撃するぞ。ジョーカーの追撃がヒット。メモリ状態の敵がいるぞ。チャンスだ、ぶっ叩け。追撃するぞ。クッソだ、うまい。とどめをさ。なんだよ、やるじゃん。ジョーカー、強敵を撃破。よっ。おお、みんなさすが。よし、あとは登るだけだ。全力で突っ走れ。これアリスだ。ここのコアは本か。うーんって、あの有名な雑誌、その表紙を飾るなんてすごいね。わかりやすい力の象徴だ。モナの読みは正しそうだな。あんなことしなくても本物の超売れっ子だったのに。ハンサーだったらどうしてあんなことを。何かきっかけがあったのかしら。とにかくコアは次で最後だ。ここから西の方にある文化町あたりっぽい。文化町、美術館などもある複合施設だな。一度スクランブル交差点に戻ってセントラル街から行くのが良さそうね。おい、なんか気になるもんがあるぜ。だいぶ前の勘が戻ってきたぜ。勘だけな。セントラル街を抜ければ文化町だぞ。文化町といえば巨大なバレエホールもあるな。バレエ？あ、知ってるぞ。アタックとかレシーブのやつだな。それはバレーボールだ。収穫だな。お、ここもハッキングできそうだな。ハッキング始めるぞ。準備できてるか。よし、やるぞ。ちゃんと守ってくれよ。頼むぞ、ナビ。護衛は任せておけ。よし、仕掛けるぞ。みんな、守ってくれない。今だ。チャンス。これは、怪盗にはお忘れ向きじゃないか。ジュオン属性が弱点だ。さあ
ここで片付けろ。なかなか手ごわいけど、このくらい疾風の弱点だ。やっていけ。終わりだ。よし、終わりが見えてきた。もうちょい踏ん張って。めまい状態の敵がいるな。今のうちに追い込んでしまえ。その力でこの先も頼むぞ。電撃は効かないぞ。チーシロホイライター、みんなお疲れさ。よし、お前がますます頼もしく見えるぜ。よし、ハッキング完了。先へ進もう。チェッ。シャドウ見つけたぜ。注意しろよ。暴いてやる。戦を制したぞ。敵の増援を打ち止めか。では終わりにしてやろう。あれ、スイッチオン。何も起きないな。壊れているのか。電気はちゃんと流れてるぞ。とりあえずほっといてもよくね。先行こうぜ。ずいぶん気力が減ってるな。そろそろ帰還するか。なんかある。調べよう。よし。またさっきと同じ機械が。何か変わった？おーい。やっぱ何も起きねえのかよ。これ以上ここにいても仕方ないか。先に進もう、ジョーカー。うん、まあまあ。研ぎ澄ませ。あれは。シャドウ、手強そうだよね。あ、また電源装置があるよ。これで3つ目だね。また何もなしか。お、なんか作動し始めたっぽい。おう、3度目の正直か。電気は奥の方へ流れてるみたいだ。行ってみよう。囲まれた。気にすんな。なんとかなるって。レッツショーカイ。ジョーカー、やっちゃえ。くそー。ショータイアルセール、くらえ。お、すっげーな。いい動きで負けてられない。まだ来るな。飛ばしすぎんなよ。任せとけって。みんな気力が減ってるな。無理は禁物だぞ。よっしゃ、敵が減ってきた。そろそろ決めるぜ。ヨダ、さすが。ここでペグ様だ。強敵撃破、さすがだな。あら、みんなお疲れさんだ。オーケー、出発だ。
記録は大事だぞ。うん。